再開いたします。日程第一、一般質問を行います。質問の通告がありますので順次発言を許します。西銘恵志郎君。休憩でいきます。休憩いたします。はい、まずいいですか。はい、休憩、はい、休憩ですか。質問の取り下げを行いたいと思います。大変申し訳ございません。1から5まで、我が党関連まで入れると5までありますけれども、今回、知事の政治姿勢に特化して質問を行いたいと思いますので、2番、3番、4番、5番の代表質問に関する関連も通告しておりましたが、取り下げたいと思います。執行部の皆さんには答弁ご用意いただきましたが、申し訳ございません。よろしくお願いします。それと、じゃあ再開お願いします。再開いたします。西銘恵志郎君。はい、質問、通告後に発生した案件で、先ほどの緊張での案件について、それから、沖縄全戦没者追悼式での岸田総理に対する抗議の行為について、および知事のコロナ感染について、執行部と議長には連絡済みですので、先例を踏まえて質問を行いたいと思います。よろしくお願いします。休憩お願いします。休憩いたします。再開いたします。西銘恵志郎君。はい、ただいま緊張の案件については県警本部長から事実関係の説明がありました。県としてこの事案に対してどういうアクションを取ったのか、ご説明お願いします。休憩いたします。再開いたします。知事公示書、かかずのぼる君。はい、お答えいたします。昨日午後、金町家育の民家において、窓ガラスが割れ、弾丸のようなものが落ちているとの情報があったことから、県は現場に職員を派遣するなど、状況の把握に努めました。現時点では詳細が明らかではありませんが、金町では過去に米軍による榴弾事故がたびたび発生しております。今回の事故が仮に米軍によるものであるとするならば、日常的に米軍基地と隣り合わせの生活を余儀なくされている県民に、さらなる基地負担を強いることにつながりかねないと考えております。県としましては引き続き関係機関と連携を図りながら情報収集に努め、適切に対応していきたいと考えております。石目圭一郎君。県警本部長にお尋ねしますが、この案件の一報が入ったのは何月何日何時頃だというふうには把握していればご説明お願いします。休憩いたします。再開いたします。警察本部長、日下慎一君。お答えいたします。県警が認知いたしましたのは昨日の15時50分ごろでございます。石銘恵志郎君。県の方は何時何分、どなたから連絡が入ったのか教えてください。知事公示書、かかずのぼる君。はい、知事公示としましては16時35分に、これはマスコミから近所の民家に榴弾が被弾しているとの情報を入手しております。石銘恵志郎君。まだ事実関係がはっきりしていないので、深い追及はしませんけれども、いずれにしても事実関係をはっきりさせていただいて、県警本部長、そして県民の不安を取り除くようにぜひお願いをしたいと思います。休憩します。休憩いたします。
再開いたします。西銘恵一郎君。では追加質問に行きます。沖縄全戦没者追悼式での岸田総理に対する抗議の声がありました。知事の感想と今後の対応についてございます。休憩いたします。再開いたします。子ども生活福祉部長、宮平美智子さん。はい、お答えいたします。沖縄全戦没者追悼式は、沖縄戦で亡くなられたすべての戦没者の御霊を慰めるための式典であることから、正式に行われるべきものであり、式典中のやじは好ましくないと考えております。やじ等への対策としましては、式典会場入り口に追悼式につき、式典進行中は静粛にお願いしますと書いた立て看板の設置をするとともに、会場周辺においても、追悼式につき静粛にお願いします、式典の運営を妨げる行為をおやめくださいと表示しました、警告板を提示をしているほか、直接、職員による注意警告等を行ったところでございます。また県警とも連携して取り組んだところでございます。西銘恵一郎君。今、部長が答弁されましたけど、知事も同じ本当に気持ちだと思います。私も何回か追悼式出てますけども、特に今回は小学2年生の平和の歌の後の総理のお言葉でした。その時に、私は思想信条は理解をします。どういう考えがあるか、それは理解をします。しかし、あの場でああいう発言をすることは、子どもたちにもよくないと思います。喧嘩をした小学生、中学生、高校生も聞いてました。もちろん発言の自由、そのいろんな自由はあるにしても、場所とこの時をしっかり私は検討すべきじゃないかなと。私も少なくとも、あの方々が沖縄県民であるとしたら非常に残念ですが、知事本人から答弁いただきたいんですけど、今後どのようにしていくつもりですか。主催者として、我々県議会も主催者の一つです。どのようになさるおつもりなのか、答弁お願いします。休憩いたします。再開いたします。知事玉城デニー君。はい、部長からも答弁がありましたが、沖縄戦で亡くなられたすべての戦没者の御霊を、慰めるための式典であることから、やはり静謐な環境の中で行われるべきであるというように思います。やじは決して好ましいものではないと思っております。今後も県警と関係機関と連携をして、厳粛な式典が運営できるように努めてまいりたいと思います。西銘恵一郎君。ぜひお願いします。私も担当部局から話を聞いたときに、県の職員がその前で制止をしたということを初めて知りました。そういうことでは県の職員も一生懸命頑張っていらっしゃると思いますが、いずれにしてもああいう場でああいう抗議の声が出ることは私は良くないと思います。もう一度言います。思想信条は自由です。どんな思いがあってこれは結構です。場所を決めてほしいということを強く申し上げて、この質問は終わります。続いて、知事のコロナ感染について、伺います。括弧1で、経緯説明、理由への説明の提出時間について伺います。総務部長、宮城剛君。はい、6月28日午前に行われました議会運営委員会において、時系列での経緯説明資料の提出を求められ、同日の午後4時42分に議会事務局に提出いたしました。石目圭志郎君。そこまで時間を要した理由を教えてください。知事公示長、加賀昇君。はい、お答えいたします。正確な情報を持ってご連絡することが望ましいと判断したことから、時間を要したものであります。石目圭志郎君。出された資料は、わずか数行、2、4、6、8、8行、9行ですよ、この資料は。これに僕はそんなに時間かかるものとは思わないんですね。なぜそんなに時間かかったか、何かがあったんではないかというふうに思います。それともう一つ、保健医療部長、会派に説明したときに、感染源はどなたと答えました、説明しましたか。休憩いたします。再開いたします。保健医療部長、糸数徹君。はい、感染源等につきましては、知事の接触状況を、お話を確認した際に、
ご親族の方とマスクなしで1時間半程度近い距離で接触をしたということが確認をされましたので、親族の方がその後発症していますので、親族の方から知事の方に感染をした蓋然性が高いというふうに考えておりまして、そのようにお話ししたと考えています。休憩お願いします。1名休憩いたします。部長、我が会派で親族 A と説明しましたか。我が会派の説明の時に親族 A が感染への蓋然性が高いというのは蓋然性が高いという説明していますか。会派でどのように説明したかをちょっとお答えくださいよ。事実は一つじゃないですか。他の会派で何て説明したかですよ。他の会派は知りませんけど。再開いたします。保健医療部長糸数徹君。はい、火曜日に自民党会派でも説明を求められまして、その時にすみません、詳細どういう内容で私の方から説明したかというのをちょっと細かいところまで覚えておりませんけれども、その後の情報の整理した結果、先ほど述べたような形の判断となったということです。石目健一郎君。総部長は議運で何説明しましたか。休憩でしょ。再開いたします。総務部長宮城勤君。議運の、確か6月28日火曜日、火曜日の議運の段階で、知事の親族が陽性となった、濃厚接触となるので、議会対応ができないという説明をしたと記憶しております。西目健一郎君。記事はフェイスブックでどのように書きましたか。休憩いたします。再開いたします。知事玉城デニー君。はい、私のフェイスブックとツイッターで、感染についてのことを書きましたが、それは家族の個人情報に当たるということに鑑み、ツイッターは削除をして記事を差し替え、Facebook はその部分について、記事を編集して掲載をさせていただきました。石目健一郎君。何が言いたいかというと、保健医療部長ははっきり申してました。総務部長は家族 A と言いました。知事本人がはっきり Facebook に書いて修正をしました。情報のコントロールできてないんですよ、県庁として総務部長をはじめ。なぜその調整ができないで、保健医療部長が我が会派で個人名じゃないですけれども、特定できる人の名前を出したのか。これはね、これ全てに言えると思います。知事自らそれを出してしまった。私はね、これ、蓋然性が高いことはまあ分かりません、専門じゃないんで、知事は質問をちょっと変えますけれども、ライブハウス、先ほど25日というふうにおっしゃいました。その日は、その後どこにも寄らないで自宅に帰ったということでよろしいでしょうか。休憩いたします。知事のマイク。ライブハウスに行ってますよね。その後まっすぐ自宅に帰られたかどうか。再開します。知事玉城デニー君。はい、6月25日は沖縄市内のライブハウスに行き、そこで1時間程度、滞在した後、その後近隣の店舗に挨拶のため立ち寄らせていただいています。石目健一郎君。これも事実かどうか分かりませんけども、知事をその日見かけたという情報があったりもするわけですね。これ事実かどうか分かりません。知事が本当に直接もう自宅に帰ったというのであれば、それが事実でしょう。ただ申し上げたいことは、知事ね、そこが認証店だったかどうかも問いません。いずれにしてもこういう事態の中で、知事がその場所に行ったこと、そこで感染したかどうか分かりません。家族からの感染だというふうに保健医療部長が言ってるんであれば、そうかもしれません。ただその行動自体は、私は決して県民としても、また県議会としても認められるものじゃないと思います。そこを知事がどれだけ理解をしているのか、また自分のフェイスブックにそういう特定できる人を開けてしまった、知事自ら開けてしまった、県の職員がそれを個人情報も含めて
家族 A というふうに抑えようとしてた。その気持ちを知事は踏みにいったんですよ。私はもう知事十分に反省してほしいと思います。県の職員が一生懸命その知事のこの行動についてカバーをする努力をしている。しかし知事自ら全然違う行動を取ってしまった。これは知事本当に私は由々しき問題だと思います。休憩お願いします。休憩いたします。再開いたします。西銘恵一郎君。はい、この後多くの我が会派の議員がこの件についても質問すると思いますので、私は次の質問に移りたいと思います。通告してますけど、知事の政治姿勢についての括弧1、国庫請求手続きの錯誤についてでありますが、事案が発覚した日及び内閣府との調整終了日を伺います。総務部長宮城勉君。はい、本件事案が発覚した日時は、内閣府から総務部が電話連絡を受けました令和4年5月2日であります。内閣府から会計法第27条の規定に基づく可燃土支出による対応を行う旨の説明があったのが5月20日で、5月26日に実績報告の修正及び国庫請求を行い、最終的な受け入れは5月30日となっております。西銘恵一郎君。知事、副知事が事実を確認した日にちを教えてください。総務部長宮城勉君。いや、ちょっと待ってください。知事、副知事に聞いてるんですか。副知事、いつこれを把握しましたか。いや、副知事答弁してくださいよ。はい、5月2日に事案が判明した後、これ連休でしたので5月6日に池田副知事へ報告し、内閣府との協議を経て5月20日に内閣府から可燃土支出による対応を行う旨の説明があったことを踏まえ、5月23日に知事へ報告を行いました。また照屋副知事へは5月30日に報告したところです。いや、もういいです。西銘恵一郎君。知事は23日に報告を受けてどのような指示を部下に流しましたか。休憩いたします。いやいや、部長、部長、知事が誰に指示をしたかと聞いてるんですよ。部長、答えてください。休憩中でございますけれども、現在、議席及び説明員席に備え付けのスピーカーが故障しております。ご不便をおかけしますが、発言の際にはより、大きな声で発言していただきますよう、ご協力をお願いいたします。再開いたします。知事、玉城デミ君。再開いたします。休憩いたします。池田副知事、副知事マイクで聞こえない。最初に6日に、私の方が報告を受けて、その時に部局にいくつか指示をしています。まずちょっとそれについて答えさせていただいてよろしいですか。その後知事が、結構です。知事が誰にどんな指示をしたか教えてください。いや、してなければしてないでいいですよ。何もしてないというのであれば。再開いたします。知事、玉城デニー君。まず、5月6日の池田副知事からは、事実関係を速やかに整理確認して、
事業に影響を与えないようというような指示があったということ、そして私からはこの5月23日、報告を受けた際に、国の対応が確定次第速やかに公表し、再発防止策に取り組むとともに、令和4年度の事業執行には万全を期すようにというような内容で指示をいたしました。西銘健志郎君。これも危機管理だと思うんですけど、部長ね、総務部長、5月2日に発覚したね、連休とはいえ、4日後には副知事に報告をしたと。ただ、申し上げたいことは、悪い情報は僕はすぐ上げるべきだと思います。23日、20日の内閣府との調整が済むまで、もっと言うと23日まで知事に一切報告が入ってない。で、知事は実はその2日後のアドバイザリーボードで、例のゼレンスキー発言をしています。ことの重要性を知事は私、把握してないんじゃないかなと思ってますよ。10億円のその重さ、ことの重さ、そして私、調べました、モーニングスマイル、毎週月曜日にやってますね、その発覚した日、また翌週も含めて、知事は職員に一言もその話をしてません。沖縄の行事の話、そういったことです。私はね、県の職員に対して知事がこういったことが起きた、これからしっかりやるべきだということはね、まさしくモーニングスマイルでやるべきですよ。沖縄のことを報告することは、県民職員の指揮高揚にはなりません。ちゃんとトップとして、職員に対してもう一度気を引き締めてもらうことをしっかり指示するのが私たち知事の仕事だと思います。休憩お願いします。休憩いたします。再開いたします。西銘健志郎君。次に行きますけれども、宣言権の与党議員に対する知事答弁について真意を伺います。総務部長宮城勉君。はい、知事は予算の執行権限を有しておりますが、判例によりますと、その事務の一部を補助職員に専決させることとしている場合、当該職員が違法行為をすることを認識、予見し、それを阻止すべき指揮監督上の義務に違反したときに限り、その責任を負うものとされております。先般の知事の発言は、今回の事案が事務決裁規定に基づき、所属部内において事務処理をするものであり、知事の政策判断に関わるものではなく、指揮監督を行ったものでもないことから、知事に賠償責任等の直接的な責任は生じないとの趣旨でお答えしたものであります。しかしながら知事は県の事務について、包括的な執行管理権限を有することから、行政の長として公務に対する信頼を損ねることとなった事態を重く受け止め、また再発防止に取り組む姿勢を明らかにするため、給与減額の判断をされたものであります。西銘健志郎君。ちょっと質問を変えますけれども、尼崎市での事案について、総務部長、把握していればちょっと報告してください。尼崎市。休憩いたします。尼崎市の事案、情報が委託先から漏れた、ただし実際には漏れてないんですけれども、その事案について分かっていれば報告してください。再開いたします。総務部長宮城勉君。報道ベースによるものしか承知しておりませんが、確か情報管理の委託を受けている業者さんが、その職場外に持ち出しが禁止されている、あるいは承諾を得ないと持ち出せないものを勝手に持ち出して、そして飲酒をし、路上で、寝込んでしまって、カバンを紛失したという事案と承知しております。西銘健志郎君。市長はどのような責任を取りましたか。休憩いたします。再開いたします。総務部長宮城勉君。申し訳ありません。尼崎市長の、状況については把握しておりません。西銘健志郎君。
総務長、それじゃいけないと思いますね。今の事案が分かっていれば、市長が何をしたか分かってるはずですよ。夏のボーナス全部返金ですよ。しかも委託先で実被害がなかったんですよ、これ。実費、聞こえませんか。実被害がなかったことに対しても、天ヶ崎市長は、ボーナスの返還150万ぐらいでしたかね。今日、返還をしました。我々は、県の職員、私は個人的に A さん、B さんを責めるつもりはないんですけれども、知事が責任がないということに対して、私は非常に疑問を感じるんです。権限を委譲することと、責任も委譲することは違うと思います。ですから、私はもう本当申し上げます。先ほども言いました、思想信条の話をしました。県の職員だって、すべて知事と思想信条が一緒だと私は思いません。でも、知事のために、部長もはじめ、多くの職員は、知事、部長を支えるために働いてるんですよ。それを知事が、私は責任はありませんと、それを軽々しく述べることが私はどうも信じられない。もっと職員を大切にしてくださいよ。知事を支えている多くの職員、その方々の気持ちを思うと、あの発言は私は撤回すべきだと思います。責任がないなんて言わないでくださいよ。すべて私に責任がありますというぐらいの気持ちでなければ、給与のカットも私はもうパフォーマンスにしか見えません。休憩お願いします。休憩いたします。再開いたします。西銘恵一郎君。では次に行きます。平和で豊かな沖縄の実現に向けた建議書について、県民からの意見募集については以下のとおり伺います。募集期間及び回答者数、年代別状況、特徴を含むについて伺います。企画部長、義間秀樹君。はい、お答えいたします。県では復帰50年の節目に、新たな建議書について検討を行うため、今後50年先の沖縄のあるべき姿について、2月18日から3月11日まで、県民意見募集を行いました。意見募集においては、幅広い世代の方々、533名から回答をいただきました。そのうち、高校生を含めた10代以下の若い世代から回答が365人、全体の約7割を占めておりました。以上です。石目圭一郎君、休憩いたします。部長の回答の特徴もちょっと簡単に言ってください。再開いたします。企画部長、義間秀樹君。特徴ですけれども、先ほども答弁いたしましたが、533名のうち、高校生を含めた10代以下のですね、若い世代からの回答が365と、全体の7割ということで、若い世代からの回答が比較的多かったということでございます。石目圭一郎君。質問の問い1の本土復帰について、どのような回答だったか教えてください。休憩いたします。再開いたします。企画部長、義間秀樹君。はい、お答えいたします。県民意見募集において、沖縄の本土復帰について知っていたかの質問に対しまして、知っていたとお答えた方が 86%、 そのうち学校で学んだと回答した方が 64% となってございます。石目圭一郎君。私これも非常に違和感感じるんですね。まずこのアンケート県のホームページですけれども、10代以下が約7割もいる。そして本土復帰のことを学校で学んだというのは約7割、73% ですよ。以前沖縄歴史教育研究会のアンケートでは、復帰した日を回答できたのは 22% と出てました。この差が私は非常になんかおかしいって感じるんですが、県はどのように感じますか。休憩いたします。再開いたします。企画部長、義間秀樹君。お答えいたします。今回 その意見募集について、積極的にですね、その意見を出したというところで、意識の違いでそういうところもあるのかなというふうに思っております。石目圭一郎君。お住まいの地域というアンケートがあるんですけど、中部地域が360人ですよね。非常に私、偏りがあるような気がするんです。まあ、分かりません、どういう方々がどういうこのアンケートに答えたか知りませんけれども、
あまりにも高校生の全体の中とこの差、意図的に教育をして回答したんじゃないかという気もします。分かりません。これはですから申し上げたいことは、こういった県民募集やりましたよと多くの声を拾えましたけど、本当に声なのか私は疑問があります。このことについてあまりとやかく言いませんけれども、ぜひ県民の声を拾ったという形にするんであれば、この中身をしっかり精査してもらいたいと思います。休憩お願いします。休憩いたします。再開いたします。西銘恵一郎君。有識者との意見交換会について、開催の詳細、公開非公開、テーマ、議題、意見等について伺います。企画部長、義間秀樹君。はい、お答えいたします。県では復帰50年の節目に、新たな県議賞を検討するにあたり、地方自治権の確立と県民本位の経済開発に関する分野、そして反戦平和と基本的人権の確立に関する分野、この2つのテーマに分けて、将来の沖縄の姿などについて有識者の意見交換会を実施いたしました。有識者からは、基地の整理縮小や沖縄から平和の発信、経済的自立発展などを求める意見などが寄せられました。当該意見交換会については、その内容が県内部の検討段階の情報であり、出席者の自由かつ率直な意見交換を確保する必要があったことから非公開としておりましたが、県議所公表後速やかに議事録を県ホームページにて公表したところでございます。西銘恵一郎君。はい、かっこいいのについては取り下げたいと思います。次、いきます。沖縄を取り巻くアジア太平洋の今後の情勢について、重大な危機感を持たざるを得ないとあるが、重大な危機感とは何か具体的に伺います。知事、高市長、加賀津昇君。はい、お答えいたします。県としては、アジア太平洋地域の安全保障環境が厳しさを増している中、軍事力の増強による抑止力の強化がかえって地域の緊張を高め、不測の事態が生ずることを懸念しており、ましてや米軍基地が集中しているがゆえに沖縄が攻撃目標になることは決してあってはならないと考えております。今年2月に勃発したロシアによるウクライナ侵攻は、77年前の沖縄戦の記憶を呼び起こすものであり、今なお住民を巻き込んだ戦争が起こりうるという現実と戦争の悲惨さを改めて認識させるものであると考えております。これらのことを踏まえて、重大な危機感と表現したものであります。西銘恵一郎君。次にいきます。沖縄県を取り巻くロシア、中国、北朝鮮情勢について、日経新聞5月25日、中国砂漠に日米標的軍の記事について、知事は目を通したと思いますが、その知事の見解を伺います。知事、高市長、加賀津昇君。はい、ご指摘。ご指摘 の、 記事は、中国のタクラマカン砂漠に、米軍の空母や自衛隊の早期警戒管制機等に似せた構造物が設置されていること、これらはミサイルの命中精度を高めるための標的であること等を指摘する専門家の見解を示しつつ、中国のミサイル能力の向上に向けた活動の一つであることを報じたものと認識しております。県としては、中国のミサイルを含む、軍事力の強化等によって、アジア太平洋地域の安全保障環境が厳しさを増していると認識しておりまして、同地域の緊張が高まり、不測の事態が生じることがないよう、関係国等による平和的な外交、対話によって、緊張緩和、信頼関係の構築が図られることが必要であると考えております。西銘恵一郎君。以前の質問で私、軍事衛星の話をしました。中国、ロシア、軍事衛星の話をさせてもらいました。もう軍事衛星によって各国の武器がもう手に取るように分かる、これもまさしくこの軍事衛星からの情報だと思います。で、私が申し上げたいことは、現実をやはり正確に捉えることが大事だと思います。こういうことが行われている、中国で行われていることを、私たち県民、国民も知りながら、その中でどういった平和を守るのか、私はよく積極的な平和主義であるとか、まあ、消極的、現実的といいますか、要は理想的な平和主義ってよく言われますけれども、平和は理想だけで私は守れないと思ってるんですね。ですからもちろんこの後、まあ、質問にも行きますけれども、現実を見据えた上で何をするかが大事だと思います。そこで4番に行きます。知事としての危機管理体制についてですけれども、危機管理の重要性と基本的な考えについて伺います。知事、高市長、加賀津昇君。はい、危機が発生する恐れがある場合、または発生した場合において、
危機の発生を防止し、またはその被害、損失を最小限にとどめるため、迅速な消毒体制の確立と的確な応急対策等を実施することが重要であると考えております。このため、想定される事象に応じた緊急対応マニュアル等の整備や見直し、それに基づく訓練や研修等を行い、平素から職員の危機管理意識の向上を図っております。石目健志郎君。7月の初旬にあった通信障害ありましたね、KDDI の障害、通信障害、これも多分総務委員会で質問出たのかもしれませんけれども、これ、いろんな被害っていうか、出てると思うんですよね、病院なりいろんなところで、これ、県として実態を把握されているかどうか、ちょっとお伺いします。休憩いたします。再開いたします。知事公長加賀昇君。はい、お答えいたします。県としましてはですね、平成18年3月27日に沖縄県危機管理指針というものを作成しておりまして、その危機については主に4つに類型しております。災害対策基本法で規定する災害、石油コンビナートと災害防止法で規定する災害、さらに武力攻撃事態対処法で規定する武力攻撃事態等、これらのほかにテロですとか有害化学物質、それから暴動、重大な食品飲料水の事故等々をやっておりまして、その想定される具体的な危機事象として54の危機事象を想定しております。で、今議員ご指摘の大規模通信障害ということですけれども、県庁舎をですねのですね、通信についてはその対応マニュアルというものを策定しておりますけれども、この民間企業がサービスの提供となる今回のような事案については、住民生活へ その影響と踏まえましてですね、関係部区で連携して検討する必要があるというふうに考えております。石目健志郎君。続いてロシアのウクライナ侵攻から、学ぶものは何か伺います。知事公庁加賀昇君。はい、ロシアによるウクライナ侵攻は戦争が過去のものではなく、今も起こりうるものであること、住民の生命、財産、社会インフラ等に甚大な被害が生じること、戦争状態となった地域においては、住民の避難は困難を極めることなどを改めて示したと認識しております。このため、事態が切迫する前の早い段階から、外交による緊張緩和、信頼醸成を図る必要があるということを、重大な教訓として受け止めております。石目健志郎君。で、次に行きます。知事の台湾有事についての認識を伺います。休憩いたします。再開いたします。知事公庁加賀昇君。はい。令和3年版防衛白書におきましては、台湾周辺での中国側の軍事活動の活発化と台湾側の対応により、中台間の軍事的緊張が高まる可能性も否定できない状況となっているとされております。また台湾をめぐる情勢の安定は我が国の安定保障はもとより国際社会の安定にとっても重要であるとしております。検討しましては関係国の平和的な外交、台湾による緊張緩和、信頼醸成が極めて重要であると考えており、本土復帰50年に向けた要請や新たな建議書など機会があるごとに日米両政府に求めているところであります。石目健志郎君。いろんな国民のアンケートでもやはり台湾の有事についてはもう知事が発言した誠しやかではなくてですね、やはり危機管理、先ほどからお話あるように最悪のことを想定していろんな準備をするべきだと思うんですね。ですから私は知事のそういった危機管理の認識が甘いと救えるべき県民の命も救えなくなる、そのように思います。次に行きます。北朝鮮の弾道ミサイル発射等威嚇行動がなぜ行えるか、その背景には何があると考えるかを伺います。知事公庁加賀昇君。はい。令和3年版防衛白書におきましては、北朝鮮が極めて閉鎖的な体制を取っていることなどから、北朝鮮の動向の詳細や意図を明確に把握することは困難とされております。それだけ。休憩いたします。
再開いたします。休憩いたします。それがその答弁だけ、そんなんであるという。再開いたします。知事公市長加藤昇君。はい、お答えいたします。防衛白書におきましては、北朝鮮の動向の詳細や意図を明確に把握することは困難とすると同時にですね、北朝鮮が軍事専攻の原則で軍事をすべての事業に優先させる、先軍政治を堅持していること、それから通常戦力における著しい劣勢を大量破壊兵器や弾道ミサイルの増強により補おうとしていると考えられることと記載しております。石目慶一郎君。もちろん国防は国のあれなんですが、我が県としてもやはりいろんな、先ほどからロシア、中国、北朝鮮というのは動きは注視すべきだと思います。で、特に人口2500万人と言われている国家で、しかもこの2022年6月5日現在でミサイル17回33発も発射しているという、この行動、威嚇行動が行われることは、やはり後ろにロシアがいたり中国がいたり、いろんな形でのそのものが私はあると思います。もし仮に中国、ロシアがこの北朝鮮を全く何の支援もしないような国家だとしたら、私はそこまでできるかどうかは疑問です。これは個人的な見解です。その中で、オンに行きますけれども、国民保護計画について以前も質問しました。どのように取り組むべきか伺います。知事公市長加藤昇君。はい、県では沖縄総合事務局や自衛隊、先島諸島を含む市町村等の関係機関と、平素の取り組みや武力攻撃事態等における対応について整理することを目的に、意見交換会を実施しておりまして、引き続き協議を重ねた上で、今年度末に県独自の図上訓練の実施を予定しております。また消防庁や内閣官房とは、国民保護に関する取り組みや住民避難の課題等について密に調整を行っているところであります。石目慶一郎君。その県の計画の中で、平素からの備え5項目、その1、その2、6項目ありますけれども、どのような今状況になっているかお答えください。休憩いたします。知事公召席。聞こえない？よく聞き取れなかった。県が策定している国民保護計画の中に、平素からの備え、その1、その2ってあって、5項目、6項目、ものがあると思うんですが、その体制、準備ができてますかという質問なんですけど。再開いたします。知事公市長加藤昇君。はい、お答えいたします。平素からの備えを予防としまして、今議員がおっしゃられた県における組織体制の整備ですとか、関係機関との連携体制、それから非常用通信体制の整備、さらには避難および救助に必要な基礎的資料の準備ですとか、運送事業者の輸送力の把握、それから国民保護に関する訓練の実施等と定めております。でその中で、県における組織体制の整備ということにつきましては、国民保護法による国民保護措置を実施するためには、国による武力攻撃事態等の事態の認定が必要となります。そのため、事態認定前の場合は、万一の事態に備え、県として全庁的に対処するため、県危機管理連絡会議の招集、または知事を本部長とする危機管理対策本部会議を設置いたします。事態認定後にはですね、国から県国民保護対策本部の設置すべき県の指定の通知があった場合については、直ちに沖縄県国民保護対策本部を設置して、新たな体制に移行すると、そういう体制を取っております。石目慶一郎君。知事の5月25日の会議の、何会議でしたっけ、の結論として、要は輸送が困難だと。輸送する島の人たちの輸送は困難だから、これは絶対こうしてはならないというなんかあったようですが、これ事実ですか。知事公市長加藤昇君。はい、同会議の中で、国民保護に関する意見もいくつか出されました。輸送に関する問題も出されました。その武力攻撃事態等における輸送力の確保につきましては、国が作成した国民の保護に関する基本方針におきまして、沖縄県の住民の避難については、国が特段の配慮をすることが必要とされておりまして、3つございます。航空または海上による避難のための運送手段の確保、それから陸路による避難のための運送手段およびルートの確保、
それから県外での避難住民の受け入れ、そういったものが明記されております。県としましては、国と連携協力して沖縄関連路線における航空機、それから沖縄関連航路にかかる船舶等の優先的な確保を依頼することなどによりまして、避難に必要な航空機、船舶、飛行場及び港湾の確保に努めてまいります。西銘恵志郎君。先ほど言いました現実的な平和主義といいますか、有事も何があるかわからない中で、そういうことが想定されて、これが救済できないという結論になるなんて私は考えられないんですね。もちろんそれを起こさないために何が必要かは国なり、米国との含めたいろんな動きがあると思いますけれども、そういう想定をしないで無理だからということは、もう有事の時には我々島民を救えないということを知事はもう認めているということでよろしいんでしょうか。休憩いたします。再開いたします。知事公長加賀昇君。はい、先ほど来答弁させていただいておりますのは、やはり平素における訓練、そういったものが重要であるというふうに考えておりまして、当然これ県だけで実施できることではありませんので、国、それから関係市町村、それから、運送事業者等々ですね、連携しながら取り組んでいくべきものであるというふうに考えております。西銘恵志郎君。私もこの質問、以前、高知市長に質問しましたけれども、2020何年に予定ですぐらいの話でした、訓練もですね、で、土壌訓練も含めて、私はウクライナの侵攻によって学ぶべきことは、いつ何が起こるか分からないということは、我々は県民、国民として、しっかり現実を見据えるべきだと思います。その中で何ができるか、県民、市民の命を守るために、離島の住民を守るために、何ができるのかを改めて準備をしておかないと、想定してませんでした。まさかこんなことが起こるとは思いませんでした。だから市民、県民、島民の命は守れませんなんて知事が言ったらダメですよ。それをね、もう本当にまことしやかにという発言も私は非常に問題だと思いますけれども、いまだにまことしやかにって私は知事が思っているなら、もう知事の危機管理を疑います。ぜひこれはですね、危機管理というのは最悪のことを想定して準備をするんです。それが起こらなかったとしても、その準備をしっかりやる、これは県、国、一緒になってやってほしいと思います。休憩お願いします。休憩いたします。再開いたします。西銘恵志郎君。はい、令和4年度の重点施策冊子になって目を通しました。重点施策は、所信表明とほぼ同じ内容だと思いますが、知事の思いが込められているという理解でよろしいかどうか、知事答弁お願いします。企画部長義馬秀樹君。はい、お答えいたします。重点施策は県政運営の基本方針と当該年度における重点的に取り組む事業を明らかにし、広く県民に周知するために作成をしております。その内容ですけれども、向こう1年の知事の所信、県政運営の方針などを表明した知事提案説明用紙の内容と、令和4年度重点テーマや県政における重要性等を考慮した重点施策事業で構成されておりまして、知事の決裁を経て決定をしたところでございます。西銘恵志郎君。これは企画部で作成をして知事は目を通しているという理解でよろしいですか。知事お答えください。知事お答えください。知事玉城デニー君。はい、これ重点政策、先ほど部長からも答弁がありました、県政運営の基本方針、当該年度における重点的に取り組む事業、それを明らかにして県民に周知するために作成をしておりますが、当然私の向こう1年の所信と県政運営の方針などを表明した知事提案、説明事項の内容と、しっかりと重なっているものということになっております。西銘恵志郎君。じゃ、企画部長すいません、知事提案は知事の所信表明の7ページの、17行ですかね、から23行まで読み上げてください。休憩いたします。企画部長席の7ページの17行目から23行までちょっと読み上げてください。
再開いたします。企画部長義馬秀樹君。お答えいたします。読み上げたいと思います。県としては辺野古施設では普天間飛行場の一日も早い危険性の除去につながらないと考えており、政府に対し対話によって解決策を求める民主主義の姿勢を粘り強く求めていくとともに、普天間飛行場の速やかな運用停止を含む危険性の除去、県外、国外施設及び早期閉鎖、返還と辺野古に新基地は作らせないという公約の実現に向けて、今後も諦めず、ぶれることなく、全身全霊をもって取り組んでまいります。以上でございます。石目圭一郎君。じゃあ、重点施策の8ページ目、上から2、4、6、7行目ですかね、そこから最後、上段行目まで読み上げてください。休憩、再開いたします。企画部長、義馬秀樹君。はい、お答えいたします。読み上げます。県としては辺野古施設では普天間飛行場の一日も早い危険性の除去にはつながらないと考えており、政府に対し対話によって解決策を求める民主主義の姿勢を粘り強く求めていくとともに、普天間飛行場の速やかな運用停止を含む危険性の除去、県外、国外施設及び早期閉鎖、返還と辺野古に新基地は作らせないという知事公約の実現に向けて取り組んでまいります。以上でございます。石目圭一郎君。なぜ今後も諦めずぶれることなく全身全霊をもってという文字が削除されたんですか。休憩いたします。再開いたします。企画部長義馬秀樹君。はい、お答えいたします。知事提案説明用紙について、全身全霊をもってというふうな言葉がございます。これは知事の所信表明ということで、ございまして、知事の思いも含めてですね、記載されているということでございます。一方で、この重点施策は行政としてですね、今後1年間のということでございますので、そういうその思いとかですね、そういったものは記載しないような形にしております。西目圭一郎君。知事はこれを目を通したとおっしゃいました。知事の思いが私は弱くなったんじゃないかなと気がしました。前も言いました、いろんな所信表明で毎年ごとに基地の問題がページが下がっていますと、知事はページは関係ないとおっしゃいました。でも今、重点施策でも明らかにこの今後も諦めずに、これ、県としてはという主語ですよ。同じ内容ですよ。で、私はね、こういうのも一つをとっても、おそらく知事の思いというのが、まあ、正直言うと知事、目を通してないんじゃないかと思ったんですが、こういう思いが伝わらない表現になるということを知事はご存知でしたか。知事、玉城デニー君。先ほど答弁をさせていただきました重点施策として公表する、あるいはこれを進めていくために取りまとめるという場合においては、県においてのいわゆる県民に対して県の姿勢を明確に示していくという点においては、私はこの方向性は一貫しているというように思います。ただし、所信表明は先ほどこれも答弁にありましたように、私の思いの部分をやはり乗せて発信をしていくというところから、そのような言葉の使い方などについても、当然、その所信表明という中においての私の熱意というものが感じ取れるように述べさせていただいているものであります。石目圭一郎君。まあ、おそらくそういう思いが私はもうだんだん弱まっているんじゃないかという気もします。それと今回の追加質問は質問で削除をしまして取り下げましたけれども、私は県の職員の士気、高揚、どうなっているか非常に気になります。特に知事部局、まあ、いろんな方々が知事のために汗を流しています。先ほども言いました。知事とは思想、心情が違う職員もいると思います。その方々も部長も含めて、とにかく知事を支えている。私は県の職員の幸福度といいますか、ウェルビーイングという言葉を今質問に使ってますけれども、それは非常に大事だと思います。県が一つの会社だとしたときに、県の職員一人一人、株主は県民かもしれません、納税者として。その一人一人の県民の思いを、知事がどれだけ本当に把握をしているのか。イギリスの総理、首相も今回辞任をするそうです。その理由が、
コロナ禍でパーティーをしたことだそうです。申し上げたいことは、知事が今まで行ったことは正直言って大変県民にはショックを与えています。発言もしかり、私は知事がこれから2期目に出馬されるということを表明されました。県民はしっかり見ています。知事のこれまでの対応、この県民に対するこの私は軽い思いをしっかり追及をして、私の質問を終わります。